はい、JC です。今回のテーマは、共通テスト同日も思考にせえは何点取ればいいというテーマでお送りしたいと思います。まず、共通テストが始まってからこの2年分の科目別平均点を出しています。共通テスト1年目はそれまでのセンター試験とあまり難易度も変わらなかったんですけども、昨年2年目の22年度は、数学をはじめとして、いくつかの科目で大幅に難易度が上がりました。 さて、今回提示するデータは、これまで十数年くらいのスパンで見てきた実際のデータ、特に当診が出してきた大学別の合格実績やその平均値、それらをより単純化、分かりやすくして示していきたいなと思います。よって、難化した昨年度の2022年度の難易度というよりは、それまでの21年までの難易度を前提として話をしていくということをご承知をお聞きください。もちろん今回の2023年度、 の難易度はまだわ、えー、かりませんので、えー、それもまだ加味されてないということで、えー、ご理解いただければと思います。早速、東大合格者の1年前、つまり、えー、高校2年時点での、えー、同日模試の実績値から見ていきます。これは実際に東大に現役合格した、えー、人たちの高校2年時点での同日模試の平均値から算出しています。英語は文系で 90, 理系は85、まあ。いずれにしても高い数値です。一方、数学は文系が 60, 理系75。 これは、数 1A と数 2B の平均値で出していますが、東大の合格者あるいは死亡者は、だいたま、進学校の生徒なので、ま、文系、理系問わず、この時期までに数 2B が奇襲ということもあって、数 1A と数 2B の格差はほとんどありません。平均して、理系であれば7、8割は取ってくると。昨年度の共通テストの難易度だったとしても、理系で5、6割っていったところかなと思います。 理科と社会に関しては、文系理系ともに60から70ぐらいとなってますが、文系であれば得意な科目で70、そうでない方の科目で60ぐらい。まあ理系の理科に関しても同じような感じだと思ってください。さすがに理科社会に関しては1年前の段階なので、えー、この程度6、7割ぐらい取れれば十分だと思います。 そして合計点としては、文系、理系ともに約7割となります。実際の受験生、高校3年生だと、これが8割5分ぐらいになるので、まあ、残り1年間で15%ほど底上げされることになります。いずれにしても、東大に現役合格する人は、高2時点で7割が目安となります。 京都大学の志望者も、おおむね、これぐらいを目標を目安にすると良いと思います。次は旧帝国大学、南韓国公立大学に合格した人たちの実績を見ていきます。英語は文系で8割、理系で7割、数学は数 1A と数 2B で分けてそれぞれ記載しています。先ほどの東大と比べると、高2時点では数 2B の習熟度に差が見られます。理系でいうと数 1A が6割、数 2B が5割、 えー、これが共通テストの昨年の難易度になると、特に水池へは5割を切るかもしれません。理科と社会は5割前後となっていますが、 え、やはり学校の授業の振動的な問題が出てきてしまうので、こんな感じになっています。旧定大というと、北大から旧大まであって、それぞれの合格者は実際のところ、公立新学校の上位層も多くなってくるので、理科社会の振動的には致し方ないところだと思います。合計点としては、とりあえず6割を目標にしておきます。次は私立大学最難関の総計及び上地、理科大あたりも含めての実績値になります。 英語は文系理系問わず8割。文系の国語は65。理系の数学、数地英は60、数日、55。いずれにしても先ほどの旧定大とほぼ同じか、場合によっては上回っています。合計に関しては私立大学なので、ここでは割愛します。ここからは文系理系ごとに分かりやすいように表にまとめてみました。まず文系から。英語は東大が9割で、旧定大と総計が8割。 国語も東大がやや高いですけど、まあ、さほど変わらない印象です一方数学や理科社会については東大の場合は特に中高一貫校生が多くてその早いカリキュラム進路の恩恵もあってかそれ以外の大学志望者合格者と点数に少し差があります。 ちなみに、一橋大学の場合は、えー、学部ごとの傾斜配点なので、一律には語れないんですけども、えっ、ー、と、必要とされる学力としては、おおむね東大に近い、えー、ラインを目指すべきだと思います。次、理系を見てみると、英語では東大が最も高くて85となっていますが、旧定大の理系よりも、総計上理の理系の方が、えー、点数高いですね。数 2B もそうですが、旧定大に比べて、総計上理の方が得点が高いのは、まあ、おそらくですが、総計の方が実際の得 ところ首都圏の進学校が占める割合が多くて中高一貫の先取り学習がこの時点では構想していると、まあ、そういうふうに考えられます。 まとめに入ります。同日模試校2世の目標得点として3つの指標を掲げたいと思います。まずはこれまで見てきた通り、志望校別の実績、特に当進は合格者の追跡から同じ志望校の先輩合格者の1年前の成績みたいなものを出しているので、当診で同日模試を受ける人は成績表でそのあたりをチェックすると良いでしょう。 それから科目ごとに得意不得意や学習の進捗状況も異なると思いますので、そのあたりを加味して目標を設定しても良いと思います。 ましてやまだ習ってない範囲については大して取れるはずがないので、奇襲範囲の中での正当率なども出してみても良いかもしれません。そして最後3つ目。共通テスト本番の平均点を当然考慮しなくてはいけなくて。これは実施後のことになりますが、数日後にはある程度受験生の平均点が分かります。それによって自分の出来というか、えー、相対評価も変わってくるわけですが、まあ、とりあえず国公立大及び私立大学を含めて難関大を志望する人たちはとりあえず 受験生の平均点を超えること。まあ、それを最低限の目標、乗る場にしておくと良いでしょう。改めて共通テストの科目別平均点を2年分出しました。平均点としては大体6割前後です。まあ悪くても5割前後。そのあたりを最低目標として同日模試にチャレンジしてみてください。ただしそれに届かなかったとしても、あまり気にしすぎないように、えー、1年間でいくらでも挽回は可能です。 最後に高2世、あるいは高校1年生も含めて、えー、同日模試を受ける際のアドバイスをまとめてみました。まず時間配分ですね。特に英語、数学、国語に関しては時間配分がかなり重要になってきます。一方、理科社会に関しては、奇襲範囲を優先的に解くと、えー、そこでの正答率をぜひ測ってみてください。 それから、英語のリスニングに関しては、大問が6台ありますが、大問3から6に関しては、1回しか音源が読まれません。そのことをあらかじめ分かった上で問題を解いてください。そして最後、自己採点ができるようにしておくこと。マークシートするだけじゃなくて、問題用紙の方に必ず自分の答えた回答を記しておくようにしてください。以上、共通テスト、同日もし高2世は何点取ればいいお送りいたしました。お役立ていただければ幸いです。